ジョバンニ・バッティスタ・ペルゴレージは、イタリアのナポリ学派オペラ作曲家。ペルゴレージとも呼ばれる。モーツァルトやロッシーニラに継がれるオペラブッファの基礎を築き、完美な旋律に溢れたオペラを作曲した。短い生涯であったのにもかかわらず、古典派音楽の様式を最も早く示した人物として、音楽史に名を残している。マルケ州、イエージ生まれ、幼い頃から、 音楽の才能を表し、ナポリ音楽院に入学する。1731年に卒業し、卒業作品として、音楽劇、グリエルモダ・ダキタニアの改心を作曲。同年、初のオペラ、サルスティアを初演するも不評に終わった。1732年、オペラ・ブッファ、妹に恋した兄を初演し、最初の成功を収めた。1733年8月28日、 サンバルトロメオ劇場でオペラ、誇り高き囚人を初演。失敗に終わったにもかかわらず、この作品の幕開劇として作曲された奥様女中ラセルバパドローナが歴史的な大成功を収め、オペラの歴史に大きな変革をもたらした。1734年にはナポリ学長に就任。1735年、オペラ、オリンピアデオローマで初演するが失敗し、 ナポリへ戻る。この頃から、結核のため体調が悪化し、宗教音楽の作曲に取り組むようになり、1736年には、ナポリ近郊ポッツオーリの聖フランチェスコ修道院に、療養に移る。ナポリ在住貴族の集まり、悲しみの聖母騎士団、コバリリー・デラビルジネデイドーロリから移植された、スターバとマーテル・スターバとマータを余力を振り絞って、書き上げて間もなく、 26歳で死去した。奥様女中生前の成功は限られたものであったが、没後人気が上昇し、その結果として偽作が大量に出回ることにもなった。多数の作品が誤って彼の作曲とされ、その混乱は1939から42年の作品全集にまで及んでいる。20世紀前半にはイーゴリ・ストラビンスキーが、 ペルゴレイジの作品の中から数曲を選び、和音などに変更を加えて、バレエ音楽、プルチネルラとした。形を変えながらも、ペルゴレイジの作品が新古典主義の幕開けを告げたことは興味深い。後年の研究の結果、ペルゴレイジ以外の作曲家の曲が多数含まれていることが判明している。ありがとうございます。